さあ始まりました J リーグジャッジリプレイです。このコンテンツでは毎回週末の J リーグの試合からジャッジを取り上げまして、ジャッジに関する疑問やルールを分かりやすく解説していきます。ということで今回も、J リーグ副理事長の原博美さんと JFA トップレフェリーグループシニアマネージャーの上川徹さんと一緒にお送りいたします。お二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうシーズン終わりも近づきですね。もうプレーオフも、はい、始まって、はい、原さんとりあえずあの J2 では鹿児島が J3 からね、鹿児島昇格という言ってましたけど、はい、昇格して、はい、あのすごいいい雰囲気でしたよ。なんかお客さんもたくさん19,611人とか、すごい、もうすごいいい雰囲気でしたね。じゃあそちらその鹿児島の方でもかなり盛り上がってきてる感じもありつつというところでございますが、今日はもうこのシーンを取り上げないといかんでしょっていう、これ取り上げなかったらこの番組の意味はないんじゃないですか、うんということなんですけど、はい、上川さんよろしいでしょうか。はい、わかりました。ちょっと皆さんで、まあ、いろいろいろんな多分見方とか、ね、僕らも知らない部分とかもあったりすると思うん で、はいでね、そのあたりもちょっと教えていただきながら、はい、ちょっと議論進めていきたいということで、今回は、清水エスパルスと、ヴィッセル神戸のアディショナルタイム、はい、このシーンについて、はい、お話ししていきたいと思います。ということで、清水エスパルス対ヴィッセル神戸、まあ結果的には3対3で、はい、終わったゲームですけども、後半がですね90分終わってから18分50秒ぐらいありまして、はいはい、あのアディショナルタイムが18分もあるのかっていうような話になったり、その中でちょっとこうカードが出たりとか、うん、選手がちょっとこうエキサイトしたりとかっていうシーンがありました、はいはい、上川さん、このシーンをまずこうどう捉えたらいいのかなと思うんですけども、まずアディショナルタイムの考え方というところで、はい、まあ、結果的に18分50秒かかってはいるんですけども、うん、はい、18分50秒がアディショナルタイムではなくて、はい、あのアディショナルタイムっていうのはまずその90分ちょうど後半が終わるときに、はい、あの第4の審判員が時間を示しますよね、はい、あれでは4分って示されてた、このゲームでは4と出ましたね、はい、でその4分を、うん、要はまあ消化するためにかかった時間が、うん、まあ、いろいろ負傷者が2回あったりとかして、はい、ちょっと選手同士が揉めたりとか、はい、あるいは得点があったりとかしたんだと思うんですけど、はい、要はその4分経過するためにかかった時間が18分50秒だったということ で要はアディショナルタイムを18分50秒っていう考え方はちょっとこう変えた方がいいのかなというふうには思っています。あれは4分59秒まで一応見るって言ったような感じなんですかね。はい、アディショナルタイムの4分っていうのは4分から4分59秒までだというような考え方の、はい、うん、を持ちながらレフリーはその時間をマネジメントしているというふうには思います。ただ、うん、まあ、全体的に見ると、はい、その実際にインプレーの時間だけを測ると、うん、その4分59秒を超えているので、はいはい、やっぱりそこはそのレフリーの方のその時間の管理って言いますかね、うん、そこには間違いがあったというふうには考えてます。これ実際にやっぱり少し間違いがやっぱりあったわけですか、その時間。そうですね、やっぱり4分って示してで何か起きた時にはそれは時計を止めればいいだけの話なんで、うん、実際に4分50秒、うん、少なくとも4分から45秒59秒までの間にゲームは、はい、終えないと、うん、いけないというふうには考えてますんで、うん、まあ、そういう部分でいくと最終的に6分か7分ぐらいを、うん、試合やってるんだというふうには、そのインプレーの時間がですね、あったんだというふうには思いますけど、そこの計測のその間違いはあったというふうには考えてます。原さんはこのシーン、うん、まあ、長いシーンですけども、はい、率直な感想はいかがですか。やっぱり長いなっていうのはありますよね、うんうんうん、そのあれ最初にその河合が怪我をして、はい、こう選手からのアピールでレフリーも止めた、うん、でその時にはもう多分3分40秒ぐらいですよね。40秒ですね、はい、止めた時間が現場 の、はい、あの両方の選手、うん、は当然、うん、あるいはスタッフもあと本当にもう30秒、はい、あるいは1分ぐらいだな、ね、あっても、うん、はい、でそれ再開後から1分で終わると思って多分いろいろやってたのが、はい、それがなかなか終わんないんで、うんうんうん、で何なんで終わんないんだっていう、うん、多分そのイライラが、うん、特に勝ってた神戸側にはあって、そうですね、うんうん、6ターンがね、はい、コーナーキックから置いていてヘディングシュートしました。だからその瞬間にまたその神戸の選手たちは、はい、もう終わってるはずなのに、うん、なんでこれ続いて、うん、でしかも同点になってしまった、うん、
で同点になって多分まあそれで終わりかなと思ったらまだ続いてる、はい、でまだ続いてまだファールになったりなんかしてるからこれなんだっていうのでちょっと大混乱になっちゃったかなっていうふうには見直したんですけどね、はい、そういうふうには思いましたね、うんうん、だからその4分アディショナルタイム4分をなんとかこうね消費というか、まあ、遂行しようというふうなことを考えたと思うんですけど、はい、多分あそこ、うん、そのスタジアムのお客さんもみんなもそうですね、これちょっと長すぎるよね。そういうふうに思ったんじゃないですかね。はい、そうなんです。で、まあその原因としてはそのちょうど、うん、まあね3分40秒のところで、はい、あの負傷の対応をして、まあ、だいたいあそこで4分ぐらい4分ちょっとかかるんですよね。頭の、はい、でその時に再開する時にレフリーが考えたのはその4分50秒停止した時間を追加しないといけないと。だから残り1分ぐらいを追加すればいいものをそこで停止した時間をもう一回その追加しないといけないというようなふうにレフリーが考えて、うん、要はで結果的にその分長くなったと。3分40秒アディショナルタイムが4分、はい、3分40秒まで来てたわけだから、はい、普通我々との現場、はい、あの監督や選手たちは、はい、あるいはサポーターも、はい、あと本当にあって1分だね、はい、あるいは 2,30 秒で終わっちゃう可能性もあるねって思いますよね、はい、それをちょっとこう勘違いをしてこう長く取っちゃったっていうこと、はい、そうなんです。でその勘違いは普通の90分の中での試合であったら、例えば負傷者が出て4分治療がかかったとすれば、はい、その4分を90分終了したところでその追加時間に入れて示すわけですよね、はい、ですね、ですね、はい、だから4分を取らなきゃいけないわけです、うん、終わった後に90分が終わった後に、はい、ですけどここでその、まあ、選手の負傷があって、まあ、試合の温度もすごい高くなってきてたんですよね、はいはい、でレフリーはその時にちょっとした勘違いをしてしまって、その残りの時間からいけば最大でも1分20秒ぐらいだったものを停止した時間をその後にやらないといけないと。これでもあの、まあ、主審の方いますけど、あと副審の方、はい、第4審判の方いますよね、はい、そちらの方からこういや間違ってるぞ、はい、とかいう話はそういう声も副審からは、はい、出てはいたんです、うん、要はドロップボールで再開する、はい、んで、まあ、ドロップボールで再開して、はい、まあ、そこから本当に何秒か、うん、続けて、まあ、そのタイミングで、うん、終わったら、うん、いいよというような声が出てたんですけども、はい、それがこうレフリーにはうまく伝わってなかったと。これはもう明らかにそのレフリー側 その対応に間違いがあったというふうには考えてますけどもね。じゃあ原さん、そのあたり、まあ、その中で、うん、まあ、結局そのアディショナルタイムというかその90分の後が長くなったわけですけど、はい、その中でもまたいろんな事象が起こったりもしましたんで、まあね、そのあたりちょっとまた映像を見ながら、はい、ちょっとそこを振り返ってみたいなと思います、はいはい、さあこれがまあアディショナルタイムに入る、うん、30秒前ぐらいですかね、少し前っていうことですけども、うんうね、うん、もうこの時点では、はい、あの主審は第4の審判員に何分追加するっていうのを伝えてはいます、うん、じゃあこの試合の場合では4分だよっていうのを伝えてるんですけど、はい、ここで、選手交代があるんですね、はい、でこれで、まあ、ゆっくり出てきて、で結局これ再開するときには90分を超えるんですかね、だからこれどうですか、4分って伝えてるけど実際はもうちょっと伸びたなっていうのはレフリーの意識っていうのがレフリーは持ちます、はい、ありますよね、はい、だから、まあ、どのくらい足すかっていうと、まあ、交代なんで、まあ、うん、まあ、実際にどのくらいかな、再開するのに30秒ぐらいかかってるとは思うんですけども、うん、まあ、4分としたとしても4分30秒ぐらいは、うん、にはこう伸ばすことは考えてたと思います。でもこの時点でもう神戸は1人少ない、そうですね、はい、少ない状況で、今アシスタントレフリーが4分って出してたね、確かに、はい、で、まあ、神戸としてはできるだけこうゆっくり時間を、はい、使いたいっていう、はいはい、でレフリーもやっぱりそこは感じてますし、うん、はい、やっぱりできるだけそういう、 こう、うん、時間はなく、その遅延に関わるような時間はなくしていきたいということで、うん、選手には声かけとかいろんなマネージメントはしてると思います。もうあと1分ですもんね、普通で言うと。これまずつ、ね、これがファールだ、これを取ればよかった、はい、ところが取んなくて、うん、またぐじゃんってなってここも取んなかった、うん、しかもこれ頭当たってファールだったけど流しちゃった、うん、だからエスパース側から見るとほらあれ追っかけてって言ってますよね、はい、もう出血してるし止めてって、うん、多分言ってますよね、でもまだ流してるんですよ、はい、
でまだ分かってないけどこれ、ま、周りがやっぱりちょっとこれおかしいなって感じてここで止めたんでしょこれ、うんうんうん、3分36秒とか7秒ぐらいですよね。だから多分もう神戸の方はこれで試合終わらすと思っててこれが河合が出血、はいはい、でまあ橋本も多分出血してるんですよ ね、うん、そうですね。だから必要にやっぱりあのエスパルトの選手も言ってるのこの2つも流されて、うんうん、でこれそこでもうちょっとでしかも負けてるから当然なんだけど、うんはいまあ、そこはポイントだったような気がします、うんで結局ちょっと流れてから、うん、あのいわゆるその3分40秒あたりで止めるという、はい、ここではまず反則そのヘディングの競り合いのところが反則かどうかっていうふうに考えると、はい、レフリーのポジションからは両選手がボールに触れたっていうふうに見て、うんはい、その接触はアクシデントだっていうふうに見てたんです。なるほど。ただまあ実際に映像で見ると、はい、あのディフェンスの選手はボールに触れてませんし、うんまあ、相手選手がプレーした後に接触を起こしてるんで、まあ、直接力ここでも取ってもここでも取っていいしその前もだからファールだと思うの ね、はい、で2つ取ってないから、うん、やっぱりエスパルトの方はエスパルトの方でちょっとこうなんて言うんだろう熱くなっちゃうっていうか、うん、これファールで取ってもいいですね。これはファール取ったでこれ選手たちから見るとここでファール、うん、あの取ってくれないから、うん、なんかで余計なんかこうバーンって熱くもう最後だし、うんうん、で橋本も悪いわけじゃないんだけどなんかこうちょっと遅れたけど気持ちが入っちゃったしっていう感じ、うん、上岡さん的にもあのこの怪我をしたシーンありますよね、はいはい、川井選手が怪我したシーンは、はい、あれはファール。そうですね、映像で見ると、うん、あのフォワードの選手しかボールに触れてないように見えるので、しかも後だからあれは危ないよね、はい、となんで反則ですし、あともう一つやっぱり選手の安全を考えるとすれば、はいはい、やっぱり頭と頭、うん、両チームの選手ともボールだけを見てプレーしようとしてるわけですよね、はい、なってくるとなかなか力も入らないですし頭と頭がぶつかってるんでやっぱり選手の安全を優先して試合を止めると、うん、中断するというような方法も一つあったんだと思います。そこはちょっと大事な部分かなというふうに思います。でこれで再開するのが8分、ね、これが8分1秒ですよね。そうですね、だからほぼ4分20秒ぐらいは止まってたっていうことですね、はいはい、そうですそうです。今のは結局オフサイドで取ったからエスパルスがやったっていうことですか。いや、あの旗は上げちょっと上げかけたんですけどもその前にレフリーは自分の判断でもう試合を止めたんで、うん、負傷者の方の対応しないといけないということ でドロップボールだったんですけども、はいまあ、そこはもうエスパルスがあ、まあ、両チームの選手がどういう話をしたか分かんないんですけどね。でこれで大体ほらさっき言ったように3分40秒ぐらいでしたから逆だから、はい、もう始まってこれ40秒ぐらい経ってるから多分やってる神戸の選手たちは、はい、であのもう終わる終わりでしょ、もう一分になってもおかしくないと思って、うん、これ多分守ってるわけですよね、はいはい、でこれで今のシーンですね、はい、これであのまたポドルスキーがあの立田選手とこう、ね、ぶつかって、はいはい、でこれがまた立田もちょっとこう過呼吸みたいなちょっとねあの、まあ、時間もそうですけどあの今のシーンにちょっとフューチャーしてというかあのあれはファールじゃなかったですか、はい、ポドルスキー選手これファールだろう、ね、これもファールです。これもファール、僕もこれファールだった。これ見たら分かる、うん、見たけど角度から見ても全然ボールにやる意思ないし、うん、で立田は当然ボールに競ろうと思って違う方から出てきてだからこれ多分ポドルスキーやんなくても普通にこの大崎の方が競り勝ってたかなと思いますね。で多分そっちしか視野なかったのに違う方から来たんで、うんはい、だからこの打ちどころもちょっと悪かったと思うんですよ、うん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 、でこれ本当だったら終わってる感じがまたこれになっちゃったでしょ、うんうんうん、そうここでまた中断しちゃったんです、ね、でこれ本当にちょっと呼吸がちょっとおかしくて、うんはいあのあんまりこう来ると思ってない時にぶつかられちゃったんで、はい、そういう時って危ないんだよね、はい、身構えてないっていうところで、うん、じゃあこのシーンはあのこれもファールだ。上川さんやっぱご覧になってもファールを取るべき、でファールで、まあ、そんな簡単にレフリーが判断できるかっていうとそうでもないんだと思うんです、うんうんうん、要は、まあ、高いボールが来て、はいで25番の選手がヘディングをするわけですよね、うん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 、でまあ1人だからっていうので他のところを見ればよかったのかもしれないですけども近くにはやるんですけどレフリーはどうしてもそのプレーをする選手を見に行くんですよね、はいはい、で、はい、ポドルさっき言ったようにそのポドルスキー選手が、はいまあ、どっちかというと全然関係ないところから入ってきて、うんうんうん、で反則、まあ、こう接触を受けた選手も全然準備ができないような、うんうんうん、まさかこんなことが起きるような感じはないわけなんですよ。なるほど。でどうしてもレフリーはプレーボールのヘディングする方を見ちゃってそうかここが近くなんですけどもこう間接視野でどういうふうな接触をしたかが
もうこれ清水の方はもう怒ってるんで、このファン速攻もファールですよね、うん、このだからもうこれ危ない状況に、まあ、もちろん選手たちもこうコントロールしなきゃいけないんですけど、全然ファールにならないから、はい、多分あのその後の今ファン速攻もうファールですよ、あれも、うんうん、でもあれもファールになってないんで、うん、だからやっぱりコントロールがちょっとうまくできてない状況になっちゃった、はい、っていうふうに思います、はい、この時点でも多分神戸の選手監督もちょっと長くない、うん、っていうことを言ってますよね。だってさっき8分で始まっていろいろあったとしても、はい、もう終わってるよねっていう感じじゃないですか。これはでもレフェリーの方はそうじゃなくて、あの最初の川井選手の接触で時間がをそれをまだもう一回まだ合わせないっていうところですね、うん、まあ、だから実際に1分40秒を取ったとしても、はい、ここもこの瞬間もちょっと微妙なんですよ。1分40秒はまだ経ってないのかもしれないですけどもね、はい、1分40秒でも最大じゃない。もうだってさ、別にそこまで取んなくたって、これはもう普通に考えたら終わってておかしくないと思う、うん、っていうとこですよね、うん、でも まあまだそのもちろん選手たちはね、ゲームがまだ続いてるっていうことはもちろんプレーはね、多分これで、はい、この瞬間見てると、このキーパーのこの抑え方もこれで終わるよねって、これで終わって普通だったらこれでボーンって蹴ったら終わる、ピピーっていう感じだと思うんですよ、はいはい、そしたらまだなんないから、まだなんないんで、これあれって思いながらも、まあ多分やってると思うんですよね、神戸の方は、うんうん、でもここも終わるかなって思ったんですね、この瞬間も。だからこれどう見てもやっぱり長すぎて、あれなんでこう終わんないんだろうって思いながら、多分神戸は戦ってんじゃないですかね。でも相手は攻めてくるから対応しないといけないって、すごいなんかほら、でも 今レフリーとかにもう終わりだよねって多分言ってると思うんですよね、うん、これだから選手の精神状態はかなりこう難しい状態ですね。難しくなってますね、これは。やっぱりここで、まあ、主審はもう自分で考えて、ね、4分、うん、さっきの、治療に要した時間を足そうというふうには思ってるんでしょうけども、ほら神戸の先生みんな手を挙げて、うん、もう4分終わってるよねって多分みんな思ってるんですよ、うん、もちろん、はい、うん、でこのコーナーキックになるわけですね。 それでこのコーナーキックですよね、はい、ゴールキーパーのロクタン選手も、上がってきてゴール前で決めるという、うん、だからこれで、まあ、当然エスパルスは喜ぶじゃないですか、うんうんうん、と神戸側はこれなんでこれ、うん、あと30秒ぐらいで終わるはずが、うん、通常でいうと、うん、これが終わんないで続けてて、うん、でしかもまたキックオフは始まるわけですよ、うん、このあと、はい、でなんでだかがもうちょっとおかしいんじゃないの、うん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 、っていう感じに思い出しちゃってる、うんうん、でもボドロスキーとかもボコンって蹴って、はい、なんだよこれ終わんねえなと思ったらまた続くわけですよ、ここですね、ですね、だどう考えてもなんでこれまだ続いてんだっていうのが、うんうん、このもうなんかボドロスキーじゃないけど笑うしかないって、なんでこれ続いてんだろうっていう感覚は多分選手たちはみんな思ってるんじゃないですか。そうでしょうね、これはでもまあそう思わざるを得ないというか、うん、そうですね、みんなちょっと疑問に感じながら、それでこれね、ウェリントンもよくない、これ言ってんですよ、はい、レフェリーなんで終わんないんだってこれって言って、うん、もうボコンってこう、あこれね、このシーンですね、確かにこのプレーはよくない、うん、はい、だけど、うん、もう今度は神戸の方が3点追いつかれちゃったことでもうイライラしてっていうのが、うん、やっぱりこう布石にはある、うん、だからまあよくないんですよ、これもよくない、このシーン、はい、うん、だけどやっぱりそれは、うん、神戸の人たちの言う気持ちもちょっと分かるっていうか、うんうんうん、なんでこれがここまでこう続いてんだろうっていうのとありますね。だから要はその、まあ、時間が、まあ、これねポドルスキー選手もこう行ってというところありますけど、まあ、時間が普通にこう使われていたならこのシーンはなかったはずのシーン、そうそうそうですね、っていうことですね、うん、まあまあ、あとはまあ選手もやっぱり冷静にやんなきゃいけないとかいけないんですけど、うん、はい、やっぱもう最後っていうか残留かかってたり、うん、ホームの最終だったり、うん、あるいはこの笛自体もやっぱこうイライラするこの笛だったことは事実、うん、はい、時間の長さもそうだし、はいはい、で、ウェリントン選手にあの接触のシーンでイエローカードまず出てるんですけども、うんうん、この後にこういろいろ副審の方とかの、はい、まあ、お話もあって、まあ、もう一度もう一枚出るっていうことになりますね。で、まあ、こういうシーンが出ちゃったっていうのはあるんですよね。このロクターン選手が投げられたシーンが結構インパクト強くて、そのネットのニュースとかに流れてますけど、
あれはもう付けた付け足しというか、まあね、その前のところがこういういろんな経緯が重なってこうなってるっていうのは、うんはい、そうなんですよね。あるのはありますよ、うん、でも決してこの行為は良くないけど、うん、やっぱりそれだけイライラしちゃった、うん、させちゃったっていうところもその時間のやっぱりこの管理のちょっとこうミスから来てて、うんうん、それは事実、うん、それは本当にね、良くないんでしょ、はい、本当に良くないけど、うん、でもそれもやっぱあるだろうなっていうのはちょっとありますね、これね、まあ、これはもう本当にこう普通の精神状態ではもうね、やっぱり終わってなきゃいけなかったっていうのは事実、うん、ですね、うん、なんか僕ももう見ながらあここで終わってたらなとかちょっとこう思いながらね、少なくてもいろいろ問題あっても三々でポンって終わってればまだよ、うん、これは起きなかったと思うんですよ ね、うんうん、でもまあそれでもまだこれだけ続いてるっていうのは、うんうんうん、やっぱりちょっと異常なあの状況だっていうのは選手たちも思いながらやってる、まあ、だから逆に僕こうなったらどうやって終わらせるのかなってちょっとね、うん、逆に本当ですよね思っちゃいましたけども、これが、兵頭選手のフリーキックで、でここでゲームが、18分50秒のところでゲームが終わるということになりました。なんかこう選手もいろんな思いがちょっとこうね重なって、ロクターン選手の涙にもなりましたしっていうところはありましたが、ちょっとこう改めて原さん映像も見ながらお話ししたんですが、はい、やっぱり一つはその時間の管理のところでちょっとミスがあった、はい、でそれは事実じゃないですか、うんうん、じゃなきゃこんだけ長くならない、はい、でそれと時間のまあミスがあったとしても判定をちゃんと取ってればファールはファールというふうに取っていけばここまで荒れなかった、うんうんうん、その2つはやっぱ重なっちゃったと思いますね。なんかそうですね、こう一つだけのこう軸じゃなくて、うん、もう時間っていう軸ともう一つそのファールか否かっていう軸がこう同じようにこう進んでいったっていうか、感覚そうですね、まあ、だからやっぱりその試合の終盤とか、うん、特に追加時間なんかやっぱりレフリー側もすごいこう、うん、なんていうのかな、もっとゲームコントロールに対して集中しないといけないし、うん、選手の気持ちだ、うん、あるいはそのスタジアムの雰囲気だというような、うん、そういうものを感じながらゲームをコントロールしていかないといけないんですよね、まあ、やっぱりその時間が余計にかかることで、うん、原さんもおっしゃったように選手はレフに対してのこう不信感を募らせますし、そこに対してその反則が起きたにもかかわらずその笛が鳴らないと、うん、それはやっぱりもう必然的に試合の温度っていうのは上がっていくんですよね。だからまあ試合 の、 その時間 の、 そのマネジメントと、あとはこれレフリーもが一番大きな問題ではあるんでしょうけども、やっぱりレフリーチームとしてですよね、また副審とその第4の審判員がどうやってやっぱりそこの今間違った運営がされてるんだよっていうのを気づいてはいるんですけども、ただ言うだけじゃなくて、もしレフリーがそれでも感じてくれないんであれば、やはり旗を振るなり、あるいは本当に中に入っていってもう終わらないといけないですよと、うん、いくつかそのタイミングはあったんでね、うん、そこはそういうような協力を、まあ、あと本当に難しいけど、選手やあのベンチのスタッフも、うんうん、やっぱりスポーツってこういう怖さがあるじゃないですか。あります。もう超えちゃうと本当に大変なことになっちゃう、はい、怪我人とか、うん、あるいはその本当にサッカーできなくなっちゃうような怪我になったら大変なことなんで、はい、どっかではやっぱりちょっと抑えないと、うんうん、そういう面じゃやっぱりイニエスタとかやっぱりいろいろあるけど、最後は、はい、あのしっかりこうね、うん、あのポドルスキーであっても止めたりとか、うんうん、選手もどっか持ってないと、うん、お互いそれを歯車超えてやっちゃうと、うん、本当お互いもうサッカーできなくなっちゃうような、うん、あのことになっちゃうんで、うん、それはやっぱりこうどっかあの抑えなきゃいけないなって改めてちょっと思いました ね、 そうですね、うん、これはあの本当にこの試合こういう感じになりましたけど、実はどの試合にもこうなる可能性を秘めてるっていう、はい、ことですよね。だから逆に言うと、いかにこう普通に終わっていくゲームがありがたみというか、うん、そういうところもあるんですけどね、ありますよね、はい、だからそのやっぱお客さんだ、見る側もそうですし、選手もそうですけど、やっぱり原さん今おっしゃいましたけど、そのサッカーの一面にはそういう危険性が実はあるんですよっていうのもちょっと、だからあれが、うん、例えばあれで荒れてサポーターが入ってきちゃったりして、うん、もう本当暴動見たくなっちゃった時に、うん、もう大変なことになったじゃないですか、はい、それが起きなかったのは本当に良かった、うんうん、そうですね、やっぱりそれをあのサポーターの人は、まあ、
抑えて、うん、周りもこう、はい、スタッフだっていろいろ揉めそうになったけど、はい、みんな抑えたんで、うん、まあ、あれがやっぱり海外でもしみたいにあった時に、はい、本当に J リーグそのものが、うん、もう危ないとかっていう、うん、この安全だっていうのまで壊れちゃうんで、はい、でまあなんとか止まってよかったなっていうのが正直な感想ですね、うん、まあ、そんなことが また33節に起こったというのでまたちょっとね、そうですね、ちょっとね、でもこれをまあ我々もこういうのを本当にね、うん、今回多分問い合わせもすごく多かったんで、はい、やっぱりこう今思ってるある情報の中でね、うん、あの正直にここでいろいろ話すっていうことが一番大事だと思うので、はい、このコンテンツでは本当にそういうのもあのどんどん、ね、出していきますので、視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーン、ツイッターで募集しております、ハッシュタグ J リーグジャッジリプレイで取り上げてで、投稿していただきたいと思います。もちろんその疑問が残るジャッジだけじゃなくて、あのジャッジ良かったよ、あそこ流したシーン良かったねとか、そういうのもぜひよろしくお願いいたします。ということで、いよいよ次節は J1 と J3 の最終節、 そしてプレーオフの2回戦もあります、はい、また来週火曜日にお届けしたいと思います。お二人どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。